はい、どうもかげです。今日は、ちょっと検証企画なんですけど、今回は、ペナントの検証で、大谷を各球団に移籍させたらその球団は優勝するのかっていうことをね、ちょっとやってみたいと思います。で今回はパリーグ編です。一応パリーグの、5球団だね。日本ハム、まあ日本ハム入れて6球団で、大谷が他の球団へ移籍した場合、他の球団は優勝できるのかってことだね。2016年は大谷がいた日本ハムが優勝したんでね、その大谷が他の球団にいたら実は他の球団が優勝してたんじゃないかっていう疑惑があったからね、俺の中で勝手にそういう疑惑があったんで、それをやってみようということで、大谷を各球団にね入れていきたいと思います。まあまず最初は、日本ハムに大谷を入れて普通にやってみようかなと思います。で、まあ、相手の強さはパワフルで、いいでしょう。で、怪我はなし。で、選手の成長もなし。あとはトレードなし。新外国人もなし。まあ、ドラフト FA とかはまあ関係ないから、1年で終わるんであんま関係ないからそのままにしてます。で、まあ、忘れちゃいけないのは自分のチームを全部パワフルにするっていうことね。これしないと、自分のチームだけめっちゃ強だと、多分弱くなるよね。で、日本ハムのオーダー確認するか、とりあえず。打者は、3番大谷 DH で。まあ、基本的に大谷は DH 起用をしていこうかなと思います。まあ、リアルの大谷も DH 起用だったんで、まあ、外野守らせるよりは DH でいいのかなっていう感じなんで、DH でいきたいと思います。で、まあ、とりあえず日本ハムでね、1年間回してみてね、優勝するのかなっていうのをちょっと調べる。まあ、優勝するかわかんないけどね。じゃあちょっと1年間飛ばしてみたいと思います。はい、カットしました。飛ばしました。なんとね、2位だったね。まさか、優勝できないとはね。ソフトバンクは普通に強すぎたね。で、成績をとりあえず見ていこうか。大谷の成績はもう防御率 2.06、11勝10敗。門倉だね。11勝10敗する大谷は必要だね。で、まあこんな感じでね。日本ハム、まあ優勝できなかったけど、他の球団に、大谷を入れてみたら、どれぐらいのね、活躍を見せて、順位が何位になるかっていうので、まずは、楽天でやっていきたいと思います。はい、楽天に大谷入れてきました。まあ起用方法としては、ピッチャーはまあ一番手でエースとしてね、大谷には頑張ってもらおうと思います。で、野手は、3番 DH に置きました。すごいね、これ。モギ、ペゲーロ、大谷って結構強いね、だいぶ。だいぶ強いんでね、頑張ってもらいたいと思いますね。で、日本ハムも大谷をちょっと抜いてきました。そう、代わりに斎藤佑樹。大谷の代わり斎藤佑樹。で、まあ、打線も大谷がいないんで、近藤は3番 DH で使ってるかな。まあ、あと、大田大使とかもね、新加入の大田大使も入れてみたし。これで、日本ハムはまあ大谷抜きでね、どれぐらいの強さになるのかっていうのもちょっとそういうの実験でもあるね。よし、じゃあ、1年間飛ばしていきます。はい、飛ばしました。はい、まさかの3位。大谷擁して優勝できないっていうね、楽天は。楽天は大谷がいても優勝できない説。あれ？じゃあ、楽天は優勝できないってことだね。大谷がいても。じゃあ、大谷の成績ちょっと見ていくか。楽天の投手。防御率 2.36、13勝5敗。でも190イニング投げてんだね。すごいね、大谷。で、打線は2割9分8厘。2割9分8厘。銀次すごいな。2割9分8厘で、ホームラン25本。で、OPS が、OPS914。高いな。一番高いのか、やっぱり。ペゲーロも結構打ってんじゃないの？2割6分2厘か、ペゲーロでも。よし、じゃあ次は、オリックスで行こうか。よし。はい、飛ばしました。オリックスに入れてきました。で、ピッチャーはまあエースで、打者としては3番 DH で。一応、あともう一人似とるんだよね、大谷以外に。誰か知らないけど。有名な人なのかな？俺はちょっと知らなかったけど、有名なのかな？こんな感じでね、オリックスとして、果たしてオリックスを入れた、じゃあ大谷を入れたオリックスは優勝できるのかってことだね。はい、じゃあ飛ばしていきたいと思います。はい、飛ばしました。なんと4位。まあ、入れてないよりはね、強くなってるんだけど、意外と大谷を入れたからといって勝つわけではないんだね。まあ4位でも18ゲーム差だしね。
やっぱソフトバンクは強すぎるね。異常にソフトバンクが強いもん。で、大谷の成績は、2.28 防御率、13勝6敗。何も言えてなかった。で、打撃が3割5分1厘か。で、ホームラン31本。3割30本いってるね。OPS も1超えてるし。で、打点が97か。打点があと3いってたらね、3割30本、100打点。いってたのにね。こんなもんか。大谷ね。まあ、大谷はすごいんだけど、多分後がちょっとひどかったのかな。もうちょい後の人に頑張ってもらえればね、上の順位に行けたかもしれないけど、大谷を入れただけでは、オリックスは優勝できませんでした。よし、じゃあ次はどこ行こうかな。ロッテ行こうかな。ロッテやるか。おーし。はい、入れてきました、ロッテに。一応エースとして大谷には君臨してもらって、打撃は4番 DH に来ました。まあ、ロッテに3番、ロッテに3番でもよかったんだけど、4番タイプがいなかったからね、ロッテに。で、まあ、大谷を4番に置くっていう手でいいかな。2番角中でも、肉は2番角中でもよかったんだけど、まあ、大谷4番に置いてみたかったっていうのもあるね。4DH 大谷ってかっこいいしね。ただそれだけです。ただそれだけっていう、俺の自己満足。よし、じゃあこれで、1年間飛ばして、果たしてロッテは大谷を加入させたことで優勝するのか。はい、飛ばしましたー。なんと、ロッテ4位。微妙。そしてソフトバンク 26.5 ゲーム差つけられてるからね。いや、ソフトバンクが強いのか。でも4位だからね。2位とかだったらまだわかるけど。で、大谷の成績を見ていこうか。記録室で、大谷の成績は 3.828 か。6勝10敗。大谷が6勝10敗。ロッテ打線がダメなのかな、やっぱり。大谷も2割7分6人22本。OPS が、854か。ちょっとやっぱり、今までの大谷と比べたらレベル低いね。今までの大谷が OPS1 とか超えてたしね。まあ、ロッテも、大谷を加入させただけでは優勝できないっていうことだったね。まあ、今年のロッテ見てたらそうかもしれないけどね。ロッテさん、交流戦は頑張っていただきたいと思います。それでは、じゃあ次は、西武ライオンズだね。入れていきたいと思います。はい、入れてきました。西武ライオンズで、ピッチャーとしては、エースに一応入れてるんだけど、そう、エースです。2番手菊池で、1番手大谷という花巻東コンビね。で、打線は3番大谷にしました。3番 DH にして1番に浅村を置いてました。1番浅村っていうのが好きだからね。あの、甲子園の昔、高校、大谷じゃないわ、浅村が高校生の時に1番ショート、浅村っていうのが良かったから、ただ一番に置いてみたかったっていう。まあ、セカンドだけど。まあ、高校野球見てた人は分かると思うよね。一番ショート、浅村。大阪桐蔭の時。めちゃくちゃすごかったからね、あの時。ホームランもバンバン打ってたし、ヒットも打ってたし、あれはほんまにかっこよかった。っていうわけでね、じゃあ、果たして西武ライオンズは優勝できるのか。はい、飛ばしていきましょう。はい、飛ばしました。なんと2位、優勝できませんでした。やっぱ大谷入れてもソフトバンクが強いのかな、やっぱり。大谷が入っただけではソフトバンクには勝てないってことなのかな。まあ、一応これは2017年度のデータなんでね。で、大谷の成績は 2.94。菊池雄星の方がいいな。そして3割1分。3割1分31本。97打点。OPS はOPS はそんな高くないのかな。結構高いのかな。984。高いね、やっぱり。1はいってないけど、まあまあ、高水準を残してるね、成績。メヒアが微妙なんだね。あ、でも、打ってるっちゃ打ってるな。打率が低いだけか。ホームランは打ってるしね。浅村がね、ちょっと予想外だったね。もっと打つと思ったんだけどね。何が悪い？チャンス F かな？それで低いのかな？よし、じゃあ次は、王者ソフトバンクに入れていきたいと思います。はい、ソフトバンクに入れてきました。ピッチャーはエースとしてね。これエース大谷、2番手和田、3番手武田、4番手千賀、5番手田中、6番手バンデンハークって、すごすぎない？先発陣。全員エースみたいな感じじゃん。ほぼ全員エースみたいなとこあるからね。で、こいつらなんでこいつらリード時、接戦時、中継ぎのエース。お前負けるとき誰投げんだよ。負けるとき飯田以外投げるやついないやんけ。なんでお前らそんな勝つことしか考えてないの？負けるときのこともちょっと考えようぜ。
で、ベストオーダーは2番に大谷を置きました。いやー、2番に大谷を置けるって贅沢だよ。3番に柳田がいたからね。2番大谷っていうのもちょっと置いてみたかったんで、2番に大谷を置いてみました。で、まあ、大谷 DH でデスパイにレフト守ってもらってるんだけど、まあ、大谷がレフトの方がいいのかもしれないけど、まあ、大谷がレフト守るっていうのはあんま考えられないと思ったんで、デスパイネにしましたね。で、これでね、王者ソフトバンクが、下位チームに何ゲームつけられるかだね。まあ、優勝はもうするでしょう。優勝はすると思うんで、これをちょっと楽しみに飛ばしていきたいと思います。はい、飛ばしました。まあ、もちろんね、日本シリーズは勝ちましたよ。王者ソフトバンク。強いね。打線も強いし。でも意外と17ゲームしかついてないっていうね。大谷いたのにそんなにゲーム差ついてない2位と。もっとつけれたでしょ。なんでなのかな。でも97勝してんのか。そうか、セーブが強かったのか。例年なら優勝するぐらいの、あれか。で、大谷が 2.99、8勝9敗。まさかの大谷10勝できず。192イニング投げてんのに10勝できてないからね、大谷。かわいそうだね。なんで大谷受賞できなかったのかね。登板数も別に普通だしね。打撃は3割1分5厘。27本。まあ打点はちょっと82打点2番だったからちょっと少なめかもしれないけど、OPS もいいしね。989OPS。ただデスパイネ、柳田と内川と、マッチもいいね。すごいな、もうそこら辺がすごいもうめっちゃ。どんだけ打ってんだよって話だよ。で、まあ、結論としては、大谷を移籍させたからといって、どの球団でも優勝できるわけではないってことだね。大谷だけの力じゃなくて、やっぱりチーム全体の力が大切ってことが分かりましたね。あと、一つ分かったのは、2017年のソフトバンクが強すぎる。異常に強い。まあ、次はね、セリーグにね、大谷を入れて、他の球団優勝できるのかっていうのをちょっとやってみたいと思うんでね。まあ、二刀流なら、セリーグの方が効果は大きいと思うんで、おいし。見てくれた皆さんありがとうございました。さよなら。